1週間ダイエットサボってるんですよ。今何時だと思ってんの？今7時です。そうだよね、7時だよね。はい。で、今日は何の予定があったの？撮影。そうだよね。このダイエットのオープニングを撮る予定だった、うん、うちさ、今さ、メイクとかできてるじゃん。でもさ、もっと早く帰ってきてさ、もう準備終わらせてさ、オープニング撮れたじゃん。なんで早く帰ってこなかったの？気づいたら時間が経ってた。まあ、本当に申し訳ないんですけど、うん、本当のことをちゃんと説明します。今日オープニング撮るのじゃなくて、普通のご飯食べるだけだと思ってた。から連絡来た時もマジでオープニングってこと抜けちゃってたから、普通のご飯かなって勝手に解釈してました。違うよ、まずさ、オープニングない状態でさ、食べるも何もないじゃん。え、いや、そうなんだけど、いつものダイエットのやつが、うん、今日もあると思ってて、そのオープニングを撮るっていう予定を忘れていた。え、まだメニュー自体作ってもいないのに？その言い訳は無理があるんじゃない？さすがに。いや、マジだ。え、しかもさ、マジだから言ってる。だって6時前に帰ってこないから買い物行かなくていいかなと思ってるけど、どんな感じって送ってるよね。これ食材のことだってわかるよね。でも帰るところだった、ちょっとだけ待ってほしいって6時に送ってきてて、じゃあスーパーで食材買いに行ってくるねっていう話を LINE してるじゃん。なのになんで帰りが7時になるの？普通のやつだと思ってたから、メイクいらないと思ってた。違うじゃん、メイクとか関係ないじゃん。なんで6時に連絡取ってすぐ帰ってこなかったの？10分や15分あれば家に着くよね。で、帰るんだったんですけど、ママがスーパーに今から行くっていうのを聞いて、もうちょっとだけ。じゃあ自分はダイエットのメニューを作る気がなかったってことですね。全部ママがスーパーから帰ってきたら作って用意してくれるから、自分だけがとりあえずいればいいっていうふうに考えたってことだよね。そうなっちゃってました。本当にごめんなさい。自分でダイエットやるって言って、食材も一緒に考えてくれてするって言ったのに、ごめんなさい。視聴者さんも気づいてるかもしれないんですけど、料理を作るシーンがなくなってるじゃないですか、最近の動画って。要するに本人が用意してないんですよ。で、今回も用意してもらえるのが当たり前っていう感じだったってことだよね。マジでごめんなさい。で、この間チートデイの動画撮ったんだけど、それが20日だったんですね。だけど今日は26日なんですよ。ってことはどういうことか分かる？分かりますか1週間ダイエットサボってるんですよ。やりたくないのかなってシンプルに思っちゃうんですけど、チートデイの後ダイエットを続行せずに引き延ばして、で、引き延ばして今日になって、今日撮影するよって言ってるのに帰ってこないっていうのは、やりたくないっていう風に撮っちゃうんですけど、それはどうなんですか？はっきりそこは視聴者さんに対しても、どういう気持ちでこの企画を3ヶ月間やってきて、これからどうしていこうって思ってるのか、きちんと話してもらっていいですか？はい。最近は体重の減りがちょっと落ちてて、スピードが。で、チートデイを1回挟んでしまったら、チートデイが本当に幸せすぎて、ちょっとそこに逃げたくなる感じになっていました。正直でも見てくれている視聴者さんがいるのに、ママとかリサたちも協力してくれてるのに、自分のそのここ1週間のそういうやる気がないような姿勢は本当に悪かったと思ってます。みんなも楽しみにしてくれてたり、一緒にダイエットしてくれてた子たちもいるのに、その自分の最近の体重の減りが悪いからって3ヶ月も続けてきたものを簡単に1週間しなかったり、
今日も帰ってくるのが遅くなってしまったり、視聴者さんにも本当に申し訳ないと思ってます。すいませんでした。ママとリサも本当に今回は作ってもらう前提になってしまってたりとか、姿勢態度のところとか本当にごめんなさい。ダイエットを中断するとかダイエット企画をやめるっていうことに対しては何も言ってないの分かる？何に対して今言ってるか分かる？今やる気がないんだったらやる気がないって言えばいいし、ダイエットから逃げたいと思ってるんだったらそれをシンプルに言ってくれればよかったんじゃないですか。本人がやりたいと思ってるから応援しようっていう気持ちでやってるけど、その気持ちがないんだったらそれを言ってくれれば今日こういうことにはならなかったんじゃないですか。ならなかったです。何も言わないで引き伸ばしたり帰ってこなかったりっていう行動は一番良くないと思うよ。はい、正直今は やりたいんだけどそこに気持ちが追いつかない状態です。やりたいけど今体重も減らなくてちょっと辛いっていうか落ち込んでるところに甘えちゃったその時にチートデイをしたからたくさん食べれて幸せでそこに逃げちゃったと思います。でもやりたくないわけじゃないし痩せたい気持ちが今もちゃんとあるからダイエットはやめたくはないです。それをちゃんと言わないでそういう結果になっちゃってるのは本当にやるって言ったのにやってないのと同じだし、少し何日かお休みを 2,3 日もらうとかいろいろ方法があったのに無言でこういうような結果になっちゃってる状況は本当に良くなかったなって今はすっごく反省しています。ママもレサもごめんなさい、ストレさんもごめんなさい。信じてもらえないかもだけど今ちゃんと今自分がやっていた行いに反省して切り替えてダイエットを頑張って続けていきたいと思っています。最初はやっぱり信じてもらえないかもだけどちゃんと形として行動に移そうと思っています。なんかメンタル面とかが心配。いやは大丈夫、追い詰められてないかなとかストレス大丈夫かなとかやっぱりそっちの方が心配だから、投げ出したくないとか視聴者さんが待っててくれてるからとかそういうんじゃなくて、自分が健康的に心も体も健康的にやれる時に頑張った方がいいんじゃないかなって思います。でも今やる気が出てきたから続けたいな。もうすぐ再開っていう感じでいいんですか？はい、じゃないと熱が冷めちゃう。できれば続行させてもらいたいです。なのでちょっと今週1週間しっかりやってメンタル面がなんて丸くなったらというかしたら、ちょっと一回お休みをもらうとかいろいろ対処法をいろいろ考えたいなと思っています。できればその方法をやらせてほしいです。とりあえずじゃあ今週1週間は頑張るってことでいいのかな、じゃあ先週サボっちゃった分も含め今週からより頑張っていこう、うん、実はチートデーの日はここの13週目にあたるんですけど、今日はこの14週目にあたるのでここが抜けてしまう状態なので、この動画では現時点の
体重とウエストを測って、次の動画ではこの14週目にあたる部分をやっていきたいと思います。なので今日から実質14週目にあたるんですけど、頑張りたいと思います。仕切り直して、はい、じゃあ測ります。はい、結果が47.40、 0.1kg 痩せましたね。なんで？今日学校行ったから、うん、むくみが取れてるのかもしれない。あ、確かに。はい、結果が65cm。 いや、0.5 細まってる。なんでちょっと痩せてるええ、まあチートデー後に暴飲暴食してたってわけではないってことですね。はいはい。で、今日この後からの1週間のダイエットは、今まで以上に本当に集中して気を抜かずに頑張っていきたいと思います。こんな動画をわざわざ見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。何の感じかなんか一つ思ったのが、こう気持ちのことだったりとか、何でもかんでもその隠さずに気軽に話してくれたらよかったかなって思いますね。はい、じゃあ今日からそうします。はい、ということでこの動画が良くなかったと思いますが、良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。お願いします。はい、バイバーイ。パタンパタン。